はい、ノクさんこんにちは。テキーラ事件ですよね、まあ、非常に許せない事件ですよね。許せないからといって何もできないんですけども、ただ私の周りではこういうことが起きないようにしようかと思いますし、まあ酒を飲むことすらも私はもうちょっと否定してるというかね、拒否してるわけなんですけども、あれなんてアル中作るだけですからね。よくね、仕事があった後ビール一杯で晩酌するじゃないですか。私もね好きだったんですけども、あれアル中になってるってことですよね。だって1日1本必ず飲まないといけないような習慣ができちゃうわけでしょ。アルコールってのはあれが依存症なんだと思いますよ。これがなきゃやってらんねえよみたいなね、依存症ですよね。あれがなくても平気になることが依存症じゃないってことなんですけども、何なのかなと思いますよね。はい、それでね、やっぱりお酒ばっかり割れ物にして申し訳ないんですけども、今回はですね、ちょっとジャーナリズムのことについてお話ししていこうかと思うんですよ、うん、まさにテキーラ事件も知らせるっていう機能がなければ、どんな悪質なこともそれで終わってしまうんですよね。でも知らせるっていう機能が使われていれば、私たちはお互いをね、相互監視するって言い方もできますけども、一定のモラルに近づけることはできると思うんですよ。それは共通認識として、お互いがお互いをどのように思いやれば幸せになれるのか、どういったことが多くの人を悲しませるのかってことが、まあ共通認識としてね、捉えられることになると思うんですよ。だから知らせるっていう行動、ジャーナリズムっていうのはすごく大事だったんですけども、残念ながら今までの私たちの歴史にはジャーナリズム、情報が独占されていた時代があまりにも長かったんですよね。まあ、ですんで、いわゆる常識ってものによって私たちは縛られていました。ただ今はですね、個人が発信できる時代なんですよ。個人が自分で選んで情報を取りに行って、そして自分が思うことを発信できる、このインプットアウトプットの繰り返しが新しい私たちのね、マスコミにはかなわないところがありますけども、口コミュニケーションという新しい潮流を作ることができるんじゃないかなと思うんですよ。そこで肝心なのは、せっかく個人メディアで個人発信をする人が結局大手メディアから情報をもらっていては全く意味がないってことなんですよ。まあ、ですので私はね、なるべく個人の発信に耳を傾けて、一人一人の思考とか発信を、まあ、それを集めて咀嚼するようにしています。まあ、そうなるとね、いろいろとおかしいことがね、あぶり出されてくるんですよ。多くの人が勘違いしちゃってることで、勘違いは何かっていうと、大手メディア、ジャーナリズムから、古典的なジャーナリズムから情報を受けている人が陥りやすいんですよね。例えば今大統領選がかなり過激に行われています。1月20日まで現トランプ大統領の任期はあって、権限は全てトランプ大統領にあるんですよね。で、バイデン候補っていうのはあくまでも候補であって、どれだけね、当選が確実ということになっていても、1月20日までホワイトハウスに足を踏み入れることすらできないんですよ。ホワイトハウスっていうのは大統領の家ですからね、人の家に勝手に入ることはできませんよね。で、ましてや人事に口出しをすることもできませんし、ペンタゴンに、まあ、こんにちはっていうことも、情報開示を求めることもできません。まあ、引き継ぎってものがね、あるとしたら、それは大統領が敗北宣言をトランプ大統領がしたときに、完全に移行作業としてそれはあります。ただ現在ですね、そういうことを私たちは知ることができません。日本だけではないです。アメリカでもこれは実はね、知ることがほとんどできないんですよね。恐ろしくないですか？アメリカのジャーナリズム、有名な CNN とかね、ニューヨークタイムズとか、この大統領選のことを全くと言っていいよ報じてないんですよ。報じてるのは、バイデン候補が勝利宣言をしたってことです。バイデン候補が個人的に勝利宣言をしてるだけですからね、これね。これ意味わかりますかね？個人的に、はい、大統領勝ちましたって言ってるだけで、誰かが認めてるわけではないんですよ。でも、バイデン候補が勝利宣言をしましたというふうなことを個人的に言ってますよっていうね、伝え方をジャーナリズムはしないんですよ。勝利宣言をバイデン候補がしたっていうことだけを抜いてですね、そしてあとは社説をつけて報道してるんで、それはバイデンさんが今度の大統領になるんじゃないかなと思って、企業も人もいろんなね、マスコミも動いてしまいますよ。そうなったらトランプ大統領の入る隙間がなくなって、これはね、既成事実を作った後で、本当の事実が後から追随するってことなんですけどね、まさにこれを使ってきてるんですよ。じゃあなんでね、アメリカの大統領をそこまでね、トランプ大統領を追い落とす必要があるのかってことなんですけども、これは実はね、トランプ大統領を解任させることが目的の一つであるんですけども、もう一つの目的はジャーナリズムを操作できるかどうかっていう実験なんですよね。まあ、これは私の妄想だと言われれば妄想なんですけども、私なりに裏付けがありリサーチをした結果、この結論に至らざるを得ないと思って今話してるんですよ。トランプ大統領を変えるのも一つの目標なんですけども、大統領の選挙戦を果たしてね、操作できるかどうかっていうことを挑戦してる国があるんですよ。そしてそれは、まあ、ほぼ達成されたということなんですよね。結果的にトランプ大統領が民主主義の、そしてアメリカの選挙をね、守ることに成功して、トランプ大統領が再選されたとしても、ある程度のことで
アメリカの選挙戦にダメージを与えることができたという実績が残っちゃうんですよね。でそういうふうなある国がアメリカに仕掛けたことにはかなりのね、今回は一つの、いわゆるね、結果が残ってたのかなと思います、で、その一つにマスコミを、掌握したってことなんですよ。今回の件で分かったのは、アメリカのマスコミは全て牛耳られているってことなんですよ。アメリカの国民による主権ではなくて他国によって操作されているってことです。どの情報を隠蔽するのか、どの情報を打ち出していくのか、マスコミの機能はマスコミ自身が考えてやることにあるはずなのに、他国のある人の、その意思によってですね、他国のマスコミがこうやって操作されている、そしてそのマスコミから出た情報をほとんどの人は鵜呑みにすることによって、なるほどなと、そういうことになってるんだなというふうに事実誤認をしてしまうんですよね。これが今起きていることではないかなと思うんですよ。恐ろしいことにこれはテキーラ事件と全く同じような形が見て取れるんですよね。私はこれ恐ろしいなと思うんですよね、アメリカの大統領選がここまで操作されていると。そしてもう一つかなりデリケートな話題なんですけども、今日は言っておきますけども、現在世界を震え上がらしている感染症、これは完全なフェイクウイルスですね。こんなものは果たして最初から存在しないんですよ。いや、存在しないと言ったら言い過ぎかもしれませんけども、あったにしても人間の生命や国家間の交易を断絶するほどの大きなダメージを与えるものではないんですよね。なんとですね、ずっと私もね、去年の2月ぐらいまではね、私もね怖いんじゃないかなと思ってたんですけども、例えばある国でそのウイルスにかかった人がね、道端で急にバタンと倒れてそのまま死んだみたいな映像が繰り返し流されたりしたんですよ。これはとんでもない恐ろしいのがこう発生したなと、これ世界に蔓延しない方がいいなと思ってたんですけども、道端でドカンと倒れる映像っていうのはその時限りで、それからというものね、こう感染はしてると言われてますけども、そこまでひどい症状っていうのはないんですよ。そればかりかマスコミはどちらかというと、この病が恐ろしいことを強調するために一生懸命だったんですよね。例えば今日の PCR 検査での陽性率みたいなのも出しますけどもね、毎日 PCR 検査って何もね、例の特定のウイルスだけが検出するわけではないんですよ。ほとんどの 80% ぐらい、何らかの過去に例えばインフルエンザにかかってましたとかね、肺炎にあったことがありますとか、それぞれ の菌が自分の体に入ったことがあります、ほとんどのものに反応するんで、大体 PCR 検査を受けると陽性になるわけですよ。で、陽性にならなかった人も繰り返し受けると陽性になるんですよ。だからこれはね、あんまり用をなさないんですよ、 PCR 検査ってのは。でもなぜか PCR 検査が標準化されていって、もう手に負えないわけですよ。今更ね、 PCR 検査は違いますよって言ってももうね、聞く身持つ人はいないですよね。で、挙句にはですね、ワクチンまで出るそうじゃないですか。通常ワクチンっていうのは10年ぐらいかけていろんな承認を取って出されるものなのに、1年足らずでも出てしまうんですよ、このワクチン未知のウイルスに対してまだ解析もできてないのに、なんでねワクチンが先にできるんだって話ですよね。これはちょっときな臭いですね。私はね、別にね、インフルエンザワクチン、その注射打ったりとか全然抵抗ないんですけども、今回のことに関してはあまりにもこれは治験を突破しすぎて妙だなと思ってますね、で、しかもこれが無料で、接種するのが義務みたいな国も出てくるでしょ。そう、日本なんですよ。義務だですよ、ワクチン受けるのが義務、これ強制注入されるわけですよ。だからこれはね、新しい懸念がありますねとんでもないことになると思います。ということですけども、日本人のほとんどが今ね、なんとかウイルス、ね、感染症に対してものすごく抵抗を持ってますよね。あんなもん ないわけですからねぶっちゃけ私の判断では全くないです。ただ世間体を考えて皆さんの前に出るときはマスクしますけども、腹の中で笑ってますね。今度はありもしないものでみんな踊らされて気の毒だなと。で、このウイルスに関しましては私の考えはそこでまとまってるんですけども、でも私も含めてね、多くの人がそのなんとかウイルスを自分で顕微鏡で見たわけでもないし、ましてやね、生物学や科学の専門知識あるわけでもないのに、誰かが言ったことを自分の考えのように話すんですよね。今の私もそうですよ。ですんで、まさに情報っていうのは私たちの思考を司っていますから、まあ外部からの情報なんてね、取らないのが一番だと思ってます。私は内側から出るものに従って生きていればそれでいいのかなと思いますよね、それによってやっぱり楽しいこと苦しいこと全部を受け入れていくのが人生なのかなと思いますけども、多くの人がこう思ってるからとかね、多くの人がこうやってるからってことに結局は縛られているのが今の私たちなんじゃないかなと思います。残念ながら情報が私たちの手に入っても、情報発信のね、手法が手に入りましたけども、頭の中は結局変わってないのかなと思っちゃうところですよね。これはね、私自身も含めて思うわけなんですよ。まあ、だからね、これでいいのかなといつも思うようにしてます。とにかくジャーナリズムが腐ってるというよりも、
その腐ったジャーナリズムに引っ張られる私たちの自己判断のなさがジャーナリズムをそういうふうに指しているんではないかなと思いますよね。ジャーナリズムに対してそれはおかしいんじゃないかなと言える、そしてその情報を取ることをやめる、そういう人が増えればジャーナリストっていうのもちょっとは気をつけて発信すると、受け取られるものだけを発信しようかなっていうふうになると思うんですよね。そうなんですよね。その真実への道っていうのはその情報を受け取る人が偽物を真実と勘違いしている限りは続くってことなんですよ。ということで今回は以上です。